ワシントン軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万7820人であり、2000年の20万2897人から2.4%増加した。軍庁所在地はワシントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ワシントン軍は1781年3月28日にウェストモアランド軍から分離して設立された。軍名も軍長所在地の氏名もアメリカ独立戦争の指揮官であり、後に初代アメリカ合衆国大統領になったジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。ワシントン軍と名付けられた軍の中で国内最初のものである。軍内にはワシントン軍空港があり、 ワシントン市の南西3マイルに位置する。ワシントン軍はピッツバーグ大都市圏に属している。2010年、ワシントン軍は創設200周年を祝い、コンサート、演説、戦争の再現が行われ、屋台テントやアーティストなど、ストリート祭が開かれた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は861平方マイルで、あり、 このうち陸地857平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.45%である。2008年11月時点で、ワシントン軍には152,534人の登録有権者がいた。歴史あるワシントン軍庁舎、冬の雪の日ワシントン軍は、選挙で選ばれる3人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員会には、 行政権と立法権がある。州法によれば政治的な対立意見を入れられるように少数党の代表もいなければならない。委員の任期は4年間である。軍内にペンシルベニア州第27司法地区の一般訴訟裁判所があり、州の第一審である。地域の第一審裁判所としても機能する。判事は6人であり、任期は10年間である。主席判事は、 事件の割り当て、裁判所予算の割り振り、人事の管理を行う。さらに、治安判事が軍全体を担当し、交通関連事件の審問、令状の発行、小さな民事事件の判決を出す。昔から民主党が軍レベルや国政レベルの政治で支配してきた。しかし近年は国政選挙で共和党が勢力を高めている。2000年民主党候補のアリゴアは、 相当票数の53%を獲得し、ジョージ・ W ・ブッシュは44%だった。2004年、民主党候補のジョン・ケリーは51%を獲得し、ブッシュは49.57%だった。票差では552票だった。2008年、共和党のジョン・マケインが51%を獲得し、バラク・オバマは46%だった。 また州レベルの当選者3人がすべてワシントン軍を制したことになった。共和党が勢力を増している別の兆候として2007年に地区ン事スティーブントプラニが圧勝したことが挙げられる。トプラニは24年間現職を務めていたが汚職で告発されて墓穴を掘ったジョン・ペティットに対し2対1に近い得票率で当選した。2011年トプラニは引退し、 同じ共和党のユージーンビットー2が接戦を制して公認となった。ワシントン軍はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第9及び第18選挙区に属し、2013年時点ではどちらも共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第32及び第46選挙区に属しており、会員では第39、第40、 第46、第48、第49、第50選挙区に属している。2013年時点では、共和党が、会員のに議席を取っている他はすべて民主党員である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カイジュリアス・レモインテー、ワシントン軍歴史協会の本部になっている。ワシントン軍には、ポニー野球とソフトボール国際本部がある。 またペンシルベニアトロリー博物館もある。メドークロフトのロックシェルターズでも有名であり、国内でも保存状態がよく最古のものとされる先、クロービス文化住居がある。軍内に21の屋根付け橋が残っている。ウィスキー税判断はワシントン市で高まりを見せた。反乱指導者の一人、デイビッド・ブラッド・フォードの家がワシントン市に残っており、国定史跡になっている。 そこから、ツーブロック離れたところに、カイジュリアスレモインテがあり、ワシントン軍歴史協会の本部になっている。軍内には、国内初の仮想場がある。ワシントン軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、 アメリカが州国国政調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。ワシントン郡の教育学区の区分図その他。ありがとうございます。